吉田さん、早すぎてもダメみたいなんですよね。要するに早すぎるとそれが何なのかわからないってことにもなるわけですよ。例えば球団買収なんてのは今では当たり前のように IT 企業が野球球団のねオーナーになってますけども、あれ2005年なんていうのは球団が買収するなんて発想を持った人がいなかったり、球団を増やすとか減らすとかっていうのは基本的にタブーというふうに多くの方が思っていたんじゃないかなと。そもそもその発想を持ってなかったですよね。テレビ局を買うとかね、放送局を増やすとかね。早すぎたんでなんかわかんないけども潰されたというところもあります。でも時間が経ってあれは何だったのかなってことがだん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 多くの人が分かるようになってきたり、先入観や常識っていうものが10年20年経って入れ替わっていくときに、ありえるよねっていうことにはなったわけですよ。そもそも国だってできたり増えたり減らしたりとかされてるわけですから、併合されたり分割されたりとかね。その中のもっとちっちゃい単位として1企業とかが合併したり M&A だったり分裂したりとか当然あって、野球球団だってね、そもそもゼロ球団からずっと始まってるわけですから。確かなんか金ちゃんっていうねコメディアンの方がゴールデンなんとかっていう野球球団作ったような気がしましたよね。でそこで本当にプロ野球に匹敵するようなそのチームを育ててね、最終的にはプロ野球に編入させようみたいなプロジェクトがあったけども、金ちゃんっていうのはね、テレビ局にもすごく影響があって、自分の番組の中でその野球球団を紹介することによって認知度を広めたりとか、優秀な選手をそこで募ってきたりとかいうのがあったみたいですけどね、どうなったんでしょうかね、一体ね。いってらっしゃい。